基本的なことから次の段階に入るときには失敗も経験しっかりしてこいっていう感じですかね。ノーキングの関係、バルブ部品、自動車関係の部品、それとあと建設機械の部品ですかね。うちの技術やってる人たちは一緒にやってる人間にも教えてって、そうすると技術の継承みたいな格好、まあ、そういう形なんですかね。どっちかというと中途半端なロットっていうんですか、隙間の部分ですよ。そういう仕事をやってるんですよね。日本の技術を移転するんではなくて、もっと新しく提案していくってことでしょうね。失敗したことを次のところに生かすっていうのが技術の基礎につながるんじゃないかと思いますけどね。